どうも皆さんこんにちは、原カンタです。私は現在アフリカ大陸の東部にあるタンザニア共和国に滞在しています。女性の皆さんは生理になるとどんな悩みを持つでしょうか？生理痛が辛く、仕事や授業に集中できない、 PMS 月経前症候群が辛いなど、様々なお悩みがあるかと思います。しかしアフリカの女の子たちにとって生理における最大の悩みは生理用品が手に入りにくいことです。生理用品の代わりにボロキレや落ち葉、さらにはヤギの皮を使って経血をしのぐといった話も耳にしたことがあります。今回はここアフリカのタンザニアで現地の女の子たちが直面している生理の貧困について見ていきましょう。マロさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて簡単に自己紹介をお願いできますか？はい、ボーダレスタンザニアリミテッドを代表している菊池モアナです。私は若年妊娠で退学してしまう女の子たちが働ける場所を作りたいなというふうに思って、生理用品の製造と販売をしています。今私たちが来ているこの学校はどういったつながりのある学校でしょうか？以前調査でも協力してもらって、でその後生理用品を寄付したりっていう形でちょっとサポートをしている学校です。モアナさんがこれまで話を聞いてきた女の子たちの中で生理をしのぐ方法としてショッキングだったものとか驚いたようなものとかはありましたか？極貧相の子たちっていうところなんですけど、聞いたところの話なんですけど、トウモロコシのヒゲの部分を当ててなんとかしのぐっていう子がいたりとか、と布を使ってる子がほぼっていう感じなんですけど、その貧困層だと布を洗った後にやっぱり干す場所が、男の人たちが通る場所に干してはいけないっていうのがあって、部屋の中に干すんですけど、ベッドのマットレスを持ち上げて、でその下のすのこのところに布を置いてまたマットレスをかぶせるっていう形でカビが生えてしまったりとか、雑菌が繁殖してしまって匂いが出ちゃったりとかっていうのはよく聞く話としてはそういうのもあります。今日はじゃあこの学校に通う女の子たちに生理の時にどのようにしてしのいでるかとか、生活の状況について聞かせてもらえるということですかね？そうですね。この学校の中でも特にこう厳しい環境にある女の子たちを12名ぐらい集めてもらったので、その子たちに生理の状況とか生活の厳しさとかっていうのを聞いてみたいなと思います。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。今ここに集まってもらった女の子たちはどういった子たちですか？今ここにいるのは中学校1年生から4年生ぐらいの女の子たちで、多くがやっぱりシングルマザーか両親どっちもいないっていう子が今集まってくれてて、この学校の中でも特にこう厳しい環境にいる子たちに集まってもらってます。つまりお父さんがいない子たちが多いってことですよね？そうですね。どうしてシングルマザーの家庭が多いんですか？この前ちょっといろいろ聞いた時は、お母さんが亡くなってしまって、その後お父さんが新しい奥さんができて出て行ってしまったとか、あとお父さんが結構 お酒を飲んでしまう人でお家に帰ってこなくなったとか、そういうところから孤児になった子たちは孤児院に今入れられていたりとか、おばあちゃんたちに育ててもらってたりとかっていう子たちが多いです。じゃあ両親がいないっていう子供たちもこの中に含まれるってことですかね？そうですね。彼女たちが生理の時にどうやってしのいでるのかとか、ちょっと話を聞いていければと思いますので、はい、通訳お願いいたします。はい、わかりました。お母さんもお父さんもいないという方はいますか？この2人が孤児院で暮らしてて、この子が両親どっちもいない。この子もなんかお母さんは亡くなってて、でもお父さんとは一緒には暮らしてない。だからまあ4人、この4人ぐらいっていう感じです。どうしてお母さんとお父さんがいないんでしょうか？お母さんは病気になって亡くなってしまって、でその後お父さんが多分精神的な病気になってしまって、そのまま亡くなったっていう風に。お母さんは何の病気で亡くなったか聞いてもいいですかね？はい、ママヤコアメファリキコアディリアウゴンジュアガニカマウナジオ。なんか何の病気で亡くなったのか分かんないって言ってて、自分たちがちっちゃかった
からお家にいなかったらしくて、病院にお母さんがいたからそのまま亡くなったっていうふうに言って、よく詳細は知らなそうでした。彼女の着ているジャージのロゴがアディアボスっていうアディダスモドキみたいな、これはどこで買ったんだろうアディアボス初めて見ました。お母さんとお父さんはどうしていないんでしょうか。ここが妙、この子はお母さんとお父さんが離婚することになってしまって、弟とか妹たちはお母さんの方に行って、この子だけお父さんに連れられて別の場所に住んでたんですけど、しばらくした後でお母さんが病気になったっていうふうに聞いて、亡くなってしまったことはしばらく聞いてなくて、小学校7年生でやるテストがあるんですけど、それが終わった後に言われたみたいな。だからもうお母さんとは最後会えないまま亡くなってしまったって言ってて、でお父さんは最初一緒に暮らしてたけど、その後お母さんの妹にこの子は預けられて、その後お父さんがなんかコンゴに行ったとかイリンガ州に行ったみたいな感じでは聞いてるけど、実際どこにいるかわからない状態。今はお父さんの弟家族と一緒に住んでいるって言ってました。お母さんが何の病気で亡くなったか聞いてみてもらえますか。はい、梅は好きやのに、ママやこありおもはなに Awali pata ugonjwa gani? Yaani mimi jawabu sikia ni tumbo lake lilikuwa linajaa maji. お腹の中にすごい水が溜まっちゃっていたって言ってて、おそらく腎臓が機能してなかったから、腎臓って2つありますよね、はい、それは腎臓の、1個を取って、だけど、水はひたすらこう溜まっていったって言ってて、だから心臓とお腹の、水が溜まっちゃうのと、その腎臓、腎不全みたいな感じだったのかな。今の生活の中で最も大変なことは何か聞いてもらえますか。はい、カティカマイシャヤコちゃんがもっと空母は財源に見カマさん、何言ったかためたジャンミカンと、今この子はお父さんの弟家族と暮らしてるって言ったんですけど、お父さんの弟が一番ケアをしてくれるけど、でもやっぱり男性だから女の子たちが困ってることとかっていうのはなかなか言えなくて、でその奥さんっていうのはやっぱ自分の子供じゃないから、靴がボロボロになってるのを見たりとか下着がボロボロなのを見ても全然助けてくれなくて、お父さんが実際にこう見て気づいたらそれをこうサポートしてくれるけど、やっぱこうナプキンとか下着とか靴とかそういうこう必要なものに関しては全然今サポートしてもらえないっていうのが厳しいって言ってました、モアナさんの支援を受ける前に生理になったらどういうふうにして経血をしのいでいましたか。一番最初に生理になった時にお父さんの弟の奥さんに伝えたんですけど、何もこう教えてくれなくて布だけ入って渡されたみたいな、使い方とか洗い方とか何も教えてくれなかったから近所の人にいろいろ聞いて、その人が全部教えてくれたって言ってて、いつも何を使ってるのっていうのを聞いたら布を使ってて、今は先月私がサポートしたナプキンを使ってるけど、その前とかは布を使ってるっていうふうに言ってます。アサンテサーナ、 Thank you very much for your cooperation。 生理になった時お腹が痛くなったり頭痛がしたりしますか。トンボになおま、ホステッチプシスクワコンダーとエサメドモレンキトヤカワイヤさん、お腹が痛くなるの と、 ちょっと1日目からやっぱ気持ち悪くなって吐いちゃう、いつまで続くって聞いたら、3日目までは吐いちゃうっていうふうに言ってますね。女性によってもやっぱり生理の症状が変わるってことですね。もうそれはもう本当日本でもアフリカでも関係なく、どこでもやっぱ女性によって生理のしんどさが変わるっていうことですよ ね、 そうですね。ちなみにこっちの女の子たちは生理の痛み止めを買ったり、その気持ち悪さを軽減する薬を買ったりすることはできるんですか。うん、unaweza kununua dawa ya kutuliza maumivu mega panado chef yenu bado yani seven yani キチェフチェフバルフなんで、パナドールっていうこっちの、イブみたいな、日本でいうイブとかみたいなこう痛み止めがあって、それを買うことはできるみたいで、この子はそれを飲むとお腹の痛みっていうのはなくなるから、1日3錠飲むっていうふうに言ってて、だけど気持ち悪さっていうのはやっぱそれでは解決しないから、引き続き吐いちゃったりするけど、痛みが若干減れば気持ち悪さとかも少し軽減されるって言ってました。これはモアナさんに質問なんですけど、そういった薬とかっていうのはみんな普通
に買えるもんなんですか？この前ちょっと聞いた感じだと買える子もいるけど買えない子もいて、まあ、そうするとただただこう我慢するしかない。この地域の人たち、それこそ彼女たちみたいな人たちっていうのは月にいくらぐらい収入があるんですか？知ってるかな、ちょっと聞いてみます。はい。やにわざじゃわれずわなわざここぱしんがぴくわすいくあうあわぺん。今手を挙げてくれてる子たちは両親から一切お金をもらえないって言ってたから、まあ、そういう子たちは薬が買えない。こういうようなにだわうなうなぬぬわくとみやんじやがい。ちゃんのくさぶれうどんげ。うどんげくむくのぞみやちゃんの。かまあな。なんかお母さんこの人いないんですけど、おばあちゃんがもしお金があったら1畳500シリングなんで、まあ、25円ぐらいなんですけど、まあ、それを買うお金をくれたりとか、まあ、くれない時は近所の人にお願いして買ってくれたりするっていう風に言ってて、まあ、だから他の子たちっていうのも同じような感じで、やっぱ買うお金がなくて近所で助けてくれる人がいたらその人に聞いたりとか、まあ、それでもなかったら基本は何も買えないっていう感じですね。5円とはいえ、多分この地域で暮らしている人たちの月収って多分月1万円もないぐらいですよね。それを考えると経済的な負担になることは間違いないかなって感じましたね。親が子供たちに、子供が学校行くときに500シリングとかみんな毎日渡したりするんですよ。お昼をここで食べるときに、まあ、お昼買えないので、そのお金すらもらえてなかったら、だからみんなもらってなかったんで、かなり厳しい家庭なんじゃないかなっていうのは想像できますね。指はどうして一人以外みんな今手を挙げたんですけど、これ質問したのは学校でランチ食べれない人っていう質問で、今一人以外みんな手を挙げたんですけど、チャクラニシンゲフモジャ、毎回こうご飯を食べるのは50円、1000シリング必要で50円なんですけど、それが払えないからみんなご飯食べないで朝から夕方まで勉強して帰るってことをしてるみたいです。給食は無料ではないんですね。無料じゃないですね。今日はノートを持ってこられたんですか？そうなんです。なんかこの前来た時にみんなノートも買えないぐらい厳しい生活だっていうふうに言ってたんで、ちょっとこの子たちに、まあ、お礼っていう形なんですけど、ノートを一個ずつ渡したいなと思ってます。彼女いいですね。なんかリーダー的な。チェカチェカ。Welcome, welcome, our visitors. We are happy to see you today. May the Lord keep you and bless you.For you are coming to see us today. For you are coming. For you are coming to see us today. Oh, for you are coming. For you are coming to see us today. うまい。今から一人ずつ夢を聞いてみたいと思います。肩書きは何？ナース。看護師さん。そう、ナイス。ドクター。うまい。シンガー、シンゴちゃんが、ザブシンゴと獣医さんになりたい。お医者さん。ソルジャー。ソルジャー。兵士、軍人さん。ドクター。ソルジャー。ナウブヤ。軍人さんになりたい。コメディアン。コメディアン。ズーリ。ティーチャー。先生になりたい。プロデューサー。プロデューサー。ドラマのプロデューサーになりたい。素敵ですね。皆さんアサンテ。この子たちは結構いろんな種類の夢があります、ね、本当ですね。だいたいアフリカだと、ね、警察とか、うん、軍人さんとか学校の先生ぐらいしか出てこないんですけど、いろんなユニークなのがあってよかったです。はい、チェックアウト、チェックアウト。NEXT。 行きます、チェックアウト。
初めてアフリカでチェカ取ったけどみんな喜んでくれるか。最初のグループの方どうぞ。どうですか？いや恥ずかしいのかな。ミズーリ、ミズーリ笑ってる笑ってる。オッケー、次はこのグループに落とします。どうぞ。わー、very nice。 ミズーリ、yeah. オッケーオッケー。最後の3つ目のグループはどなたでしょうか。はい、オッケー。Oh, good. Yes, yes. Are you happy? Happy. Okay, okay. Okay. I'm happy, happy. タンザニアには若年妊娠してしまう女の子たちが7万人以上いるというふうに言われていて、大きな原因の一つとしては経済的な貧困につけ込まれて妊娠させられているという状況があって、まあ、さっき言った女の子たちの中にも、まあ、多くが両親がいない子たちもいて、でそういう子たちが特にこうターゲットにされやすいんですけど、お話聞かせてもらった子はやっぱり通学路のところに男性がまあバイクを持っていて、でその人がその女の子を送っていくよっていうのと、まあ、引き換えに性行為をさせてもらえないかみたいなのを頼んでいるっていうような状況で、まあ、その子は何度も断っても毎日毎日その人が来る。その子は目が悪かったんですけど、その男の人が僕がメガネを買ってあげるから、だから一緒にそういうことしようよみたいな感じで何度も言ってくるみたいで、そこに合意をしないとその子の悪口をいろんな人に言うことで、まあ、自分の方に来させようとするみたいな、いろんなこう手を使っているみたいなのを聞きました。今回はアフリカのタンザニアで貧困層の女の子たちが直面している生理の問題について見てきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、おそらくね、今回の動画は女性の視聴者が大半になるんじゃないかなと思いますが、日本の環境と比較して皆さんが感じたことなどぜひコメント欄で教えてください。最後に一つだけお知らせをさせていただきますと、私が運営するオンラインサロンシナジーでは菊池モアナさんをお呼びした講演会をやったこともあります。また近いうちにね、モアナさんを呼んで現地での事業についてお話をしてもらおうかと思っています。YouTube では扱えなかった話についてはオンラインサロンシナジーの中でメンバー限定で発信していますので、少しでも興味のある方ぜひ概要欄のリンクからホームページご覧になってみてください。ハラカンタを応援するという意味でシナジーにご入会してくださるのもとても嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。今回の動画少しでも勉強になったという方はぜひ最後に一押し高評価ボタンもよろしくお願いいたします。まだチャンネル登録をお済みでないという方、これからもね現地に来てリアルなアフリカの実情についてお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。